これからスライディングエクササイズのペンジュラムという動作の解説をしていきます。ペンジュラムという動作、1枚用いても2枚用いてもできますので、やりやすい方で行ってみてください。それぞれの足の下に、スライダーを置いてプッシュアップポジションを取ります。しっかり、頭からかかとまでまっすぐに保ちます。で、ここからこの状態をなるべく維持しながら、振り子、いわゆるペンジュラムのように体を左右に振っていきます。以上がペンジュラムになります。